ザ・テレビジョン YouTube をご覧の皆様、舞台刀剣乱舞で河川兼貞役を務めてます和田拓磨です。一問一答頑張ります。ザ・テレビジョン、腕立て伏せとそれからプロテインを豆乳に入れて飲んでます。服の整理をしていたらポケットから5000円札が出てきたものです。鎖骨にほくろがあります。うどん、それから生肉、それからあと何でしょうね、レンコンが好きです。コップ1杯水を飲みます。そうですね、10年後自分今34なんで44歳になったら、まあ、変わらずこの仕事は続けていたいです。これはなかなか一言で言うのは難しいんですが、まあ、なんといってもその演じる演者さんとともに刀の成長、その2つがこうリンクしてどんどん物語が進んでいくというところじゃないでしょうか。そうですね、あまりちゃんと話したことはないんですけども、なんか本読むのとか字を書くのとかそういう文学が好きだって聞いたので、今度そういうのをいろいろ話してみたいです。肩幅、そうですね、まあ、一番欲しいものか、まあ、すごく贅沢なことを言うとポルシェの911なんですけど、まあ現実的なことを言うと何でしょうね、早くお客様を入れた舞台が復活することが一番欲しいことですね。家と家と仕事。ファニーなおじさん。そうですね、まあ、マネージャーに一番よく相談すると思います。まあ何の役でもそうですけれど、必ずこう登場人物って何かに悩んでいることがすごくこうお客様の目を引いて大事なことだと思うので、常に何を自分は今悩んで何対してもがいているのかということを意識しています。エアコンはね 24.5 度ぐらいです。僕はまあありきたりですけど、たくさん食べてたくさん寝ることですかね。僕は大河ドラマがすごく好きなので、いつか大河ドラマに出て、武将の役を演じてみたいです。自分の名前にも引っかかりますが、切磋琢磨という文字を好きです。ヒュージャックマン。なんかこうとっさに出てくるので多分嘘なく答えられたと思います。ありのままの自分を出せたと思います。ザ・テレビジョン YouTube をご覧の皆さん、改めまして和田拓磨です。今後舞台に限らずテレビ映画とたくさんいろんな活躍の場を広げていきたいと思ってますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。